どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もええかな、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。な感じで今日も元気にええかなやっていきましょう。よろしくお願いいたします。てな感じで背を選んでいきましょう。背を選ぶことで、これで1年生だもんね、強いな一郎さん。背を選ぶことでこういう風な打順が組めると、そうすると2番チャンスで稲葉さん、藤井、朝倉に回せるという素晴らしい打順が組みます。いきましょう。しゃがし、お待たせいたしました。先生元気で始まりました甲子園大会1回戦でございます。改めましてゆきちかと申します。よろしくお願いいたします。よし、よろしければチャンネル登録高評価していってください。よろしくお願いいたします。皆様コメントもお待ちしております。皆様のプレイ実績だったりとか何かありましたらぜひコメントしていってください。お願いします。楽しんでいきましょう。エリオさんが出てくれないとこのオペレーションバントマルはね成功しないのよ。だからイチローさんが全ての鍵を握っている。行こう、いよ。とりあえず誰かが塁に出る、誰かが塁に出る、それが一番大事。誰かが塁に出る、誰かが塁に出る。オッケーオッケーオッケー。ツアツツアウトか、ツツ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 ツアウト、ツアウト。手を、これはね、本当打ってくれないんだよね。複雑。ツーアウトなんだよね、さっきからずっと。さっきからずーっとツーアウト。ずーっとツーアウト。行こう。上原。行ったか、これ。行ったか、キャプテンスリーラン。レースすごい。まさかの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 まさかでございました。あざす。おい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 、背負う。背負っち、スケッチ、ワンタッチ。ノーアウト、一、三塁で、この場面、朝倉、さすがに、打てると思う、朝倉ならし。さすがに5割バットだからね。2回に1回は打ってるのよ。オッケー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 。最低限はできる。最高の最低限。素晴らしい。さすが5割打者。いや、これができるのが5割打者の強み。これができる5割打者は。2アウト2塁でさっきホームランを打った上原、池上原、上原、上原、上原。オッケーオッケー、調子いいと思ったけどセーフ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、素晴らしい素晴らしい、めっちゃめっちゃ素晴らしい、はっちゃめっちゃめっちゃめっちゃ素晴らしい。ファイト使うか、戦う君の歌を、戦う赤尾が歌うんでしょう。足が速ければね、セーフだったんだけど。仕方ね、ワンアウト一三塁か。ワンアウト一三塁か。ピッチャー変えよう。星5の王子、カトゥー。ここ中間でいきましょう。怖えなぁ。まだまだ。うわ、いや、怖い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 。そのあたりが一番怖い。なぁ、志賀の方が良かったかなぁ。志賀と加藤いつも迷うんだよね、どっちがいいか。志賀と加藤はね、いつも迷う。とりあえず加藤信じるわ、メガネを。取れるでしょ、これは。これは取れる。稲葉さん、ナイスナイス。いや、いいよ別に、走られる分には別に。アウトさえ取ってくれるわ。アウト取れればそれで私はいい。あ、ダメだ、これ取れない。取れたー、でっけえ今のは、今のはでっけえ。走ろう、かける、ワンチャンにかける。オッケー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 。まだワンチャンにかけるよ。オッケーオッケーオッケー。1だけど背負に打たせるよりは2アウト3塁にした方がいい。1点取りたい、1点取りたい、1点取りたい。稲葉さん、稲葉さんなら俺のこの気持ちは伝わるはず。さすが、さすが稲葉さん、さすが稲葉さんよ。さすが元日本代表と監督、現日ハムチーム。素晴らしいね、これが稲葉さんよ。で、藤江、キャンセルも意味ないんだよな、巨人像は。信じよう、信じよう、藤江を、藤江を信じよう。いやー、まあ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 、100% 打てるとしてはおらん。し、ここ代打出そう。山盛りでいこう、たっぷり山盛り、たっぷりの山盛り。
たっぷりの山盛り託した。山盛り？山盛り？ノーパワー？ノーパワー。ノーパワー。うまく捉えたのにね。今のうまく捉えたよ。あとはもうシガに任せよ。ヒカが一人で投げ切るはず。よし、スタミナ電力も使っちまおう。怖い。怖ー。怖わわわわ。臭いところに投げ切れる実力はあるのか？オッケー、シガー。シガー。いいね、シガー。打たせて取りましょう。お前ならできる。お前ならやれる。あここできれば伝令もう一枚取ってきてんだ。頑張ってくれ。ここは絶不調相手。いや待って、これやだやだー。取っといてよかった追加点。これはね、死が悪くない。今のは死が悪くない。いいピッチングしてるよ。自信持ってたけど、お前は最強だ。大丈夫、お前は最強だ。シガ、オッケー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 。この雲のこの一点を守り抜く。なんならもう一点取りたい。攻める。オッケーオッケー。ナイス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 。三投はするほどの余裕はないよね。三投する余裕はないよね。いやー無理だなー。攻めるかだよなー。ごめん、今のはごめん、今のはごめん。攻めてみなかった。今のは攻める。今のでもね、攻めなきゃダメなところだった。三投は攻めた結果。よし、怖いけど3、4、5打ち取って勝つわ。系統で勝つ、系統で勝つ。オッケーオッケー。いいぞいいぞ。守備上げてる。左投げのショート違和感あるけど素晴らしいぞ。その心意気大事に。相手もいいバッター4番だけど、いやゲッツゲッツ、ここゲッツ。低くいこう、低くゲッツ。もうピッチャーはいない、ピッチャーはいない、ピッチャーはいないよ。オッケーオッケー。ゲッツゲッツゲッツ。惜しい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 。究極の思考をなぜ使わないのって思った方いらっしゃるでしょう。究極の思考は5で使いたかったんだ。5の時に使いたかった。だから届いた。上原よ、上原よ、滋賀よ、上原滋賀のこの思いが俺らに通じたね。よかったー。猛烈に嬉しいわ。猛烈はちゃめちゃに嬉しいね。な感じでまた皆さん、ちょっと次回の前評判だけ見て終わりにしましょう。また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。